ベルズ・パーネリ・ジョーンズ・レーシングは、かつて存在していた、アメリカのレーシングチーム開一コンストラクター。1970年のインディ500で優勝した、アンサーがドライブした、PJ ・コルト1963年のインディ500勝者で、ある元レーシングドライバーのパーネリ・ジョーンズと、フォードのカーディーラーであるベルコ・ミレティッチによって1969年に、設立された。本拠地は、 カリフォルニア州トランス。1970年から1971年のインディ500で、アルアンサーが優勝。ユサックチャンピオンシップで、ジョー・レナードが1971年のチャンピオンとなっている。1972年は、アンサーとレナード、新加入したマリオ・アンドレッティの3人体制となる。スポンサーは、タバコのブランドであるバイスロイがついた。 この年マシンデザイナーとして加入したモトロータスのモーリス・フィリップがパーネリ初のオリジナルマシン、パーネリ VPJ1 を製作、インディ500でアンサーが2位となり、レナードがユサックチャンピオンシップで優勝3回を記録して、前年に次ぐチャンピオンを獲得した。1974年は、カイ5戦にも参戦を開始し、アンドレッティがシリーズ2位となった。百七十五年、 コスワース DFV にターボチャージャーを搭載した DFX を開発した DFX は1977年から他チームにも供給が開始され1988年にシボレーエンジン搭載車が優勝するまで1978年から1987年にわたってインディ500を制したエンジンとなった VPJ41974 年のカナダ GP より 会一参戦を開始。スポンサーは、インディカーや F5000 同様バイスロイが担当する。フィリップがデザインした VPJ4 は、トーションバーサスペンションや、インボードディスクブレーキなど、ロータス72に似ていたため、4インチ低いロータスとの別名を持つ。カナダ GP では7位で完走。アメリカ GP では、予選1日目に最高位のタイムを記録、最終的に予選3位となった。 1975年は開幕から参戦。開幕戦のアルゼンチン GP では、ファイアストーンのタイヤを使用していたが、ファイアストーンがモータースポーツから手を引いたため、事前ブラジル GP からグッドイヤーに切り替える。シーズン中にフィリップら主要スタッフがチームを離脱する事態に見舞われたが、スペイン GP の四位を最高として、予選十位以内を四回記録。スペイン GP では、 ファステストラップを記録し、スウェーデン GP で4位、フランス GP で5位となった。しかし、ファイアストーンの撤退とバイスロイがスポンサーを降りた、影響で資金難に陥る。新しいスポンサー候補として、ヒルトンホテルやロックウェルインターナショナルと交渉するも契約には至らず、翌1976年は開幕戦のブラジル GP を欠場。アンドレッティが、 南アフリカ GP で6位に入賞したが、次戦アメリカ西 GP を最後に、第1から撤退した。撤退後は、インディカーレースに専念。1975年途中からチームに加入した、ジョン・バーナードが手掛けた VPJ6 バイトで、ポコのミルウォーキー・フェニックスの参戦を制した。ありがとうございます。